からツイートドリームでした。はい、フェアリーズの藤田ミリアです。はい、まあ、今日は少し天気が悪いのですけど、まあ、今2階にいる皆さんも1階に降りてきて、私たちのパフォーマンスを見て楽しんで帰ってください。今通ってる方もね、普通にお買い物しに来た方も少し興味を持ってパフォーマンスを見に帰ってください。よろしくお願いします。はい、下村美希です。ここのイルミネーションが5時から点灯されるということです。で、まあ、イルミネーションって冬らしいと思うので、その冬らしさを感じながら私たちのイベントで盛り上がってほしいです。今日もよろしくお願いします。野本さらです。もしかしたら目のいい人が気づいてる方もいるかもしれない。じゃあ待って、空が喋ったら分かる。これは私のせいじゃなくて、自然の現象ですね。そうなの？で、ほらね、頑張ってテレテレリカコも作って、しかもちゃんとリカコにも後ろにメッセージ入れてもらったんですよ。そう。読むよこれ。ね、読まなくていいよ別に。え、なんかめっちゃ普通だからいいよ。はい、皆さん大好きです。雨の中ありがとうございます。カタカナってデスコマスってそんな感じしない？読み方の問題だ。でもね、このてるてるりかごは私 基本パフォーマンスしてるときはここに入ってるので、まあ、一生懸命この人と一緒にパフォーマンスします。よろしくお願いします。全然見えない。伊藤桃香です。まあ、一部の司会のときにですね、ちょっと手が冷たい方とかたくさんいて心配だったんですけども、本当に来てくださりありがとうございます。2部も私たち皆さんに最高のパフォーマンスを見せられるように頑張るので、よろしくお願いします。よかったー。はい、林田真宏です。だんだん暗くなってきて寒くなってきたんですけれども、2部も頑張りたいと思います。皆さん盛り上がっていきましょう。よろしくお願いします。井上梨花子です。すいません、なんかまた空のせいで雨がひどくなってしまって、まだ2回目、これ2回目、一部でもやんなくなり雨なのに皆さんの集まりいただき、本当にもう申し訳ないなっていう感じで、すいません、感謝しています。まあ雨なのに来てくださった皆さんの前で、まあね、まあ雨だからこそ盛り上がっていいんじゃないかなと思います。皆さん雨だからこそ楽しみましょう。よろしくお願いします。清村かわねです。ちょっと、はい、さっきから雨が降ってきてしまったんですけど、皆さん盛り上げていきましょう。盛り上がりますか？盛り上がれますか？はい、その調子で楽しんで帰ってください。よろしくお願いします。この間の水曜日11月14日に5枚目のシングルファイトエンジェルをリリースさせていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、それでは早速ね、ホワイトエンジェルのカップリングの方のワンラブからピーリングの続けてホワイトエンジェルを聴いていただきたいと思います。それでは聴いてください。